今回ご紹介するのは、令和で起こった重大事件について。思えばまだ4年しか経っていないのですが、かなりの強打線です。2022年1月。地方、令和の事件打線、強い。1、中、京王線死傷事件、かっこ死者0。2、左、埼玉富士見の立てこもり殺人事件、かっこ死者1。3、U、大阪北新地ビル放火殺人事件、かっこ死者26。4、3、京都アニメーション放火殺人事件、かっこ死者36。5、1、愛知中学校同級生殺人事件、かっこ死者1。6、右、立川デリヘル城殺人事件、かっこ死者1。7、2、東京大学前通り魔事件、かっこ死者0。8、ほ、川崎小学校前通り魔殺人事件、かっこ死者2。9、東、元農林水産省事務次官長男殺人事件、かっこ死者1。今日は日テレはやったっけ？時が経つのは早いやな。あれ令和か。随分前のような気もしますが、何気に令和なのですね。1、中、京王線死傷事件、かっこ死者0。一応で矛盾するな。3、4以外アマチュアじゃん。ジョーカー多すぎやろ。3番4番以外が小粒すぎる。小室圭事件がない。平成かっこオウム真理教事件、秋葉原通り魔事件、附属池田小事件、相模原障害者施設殺傷事件、ほーん。北九州と愛犬家と尼崎も加え入れろ。ザマ9人殺害も強いで。酒木原事件もあったわ。キレる17歳ってワードあったな。プリウスミサイルって平成やったっけ？あと東横キッズ殺人事件。ギリ平成。新興球団でこの強さ。たった4年でこの構成とは。この先が心配です。北海道いじめは？東大と元祖ジョーカーが雑魚すぎる。白い霧事件は？東大って誰も死ななかったんかよかった。東京大学のやつはもう記憶ないんやが。共通テストのやつやろ。あーれ門の前でやったんや。会場ないかと思っとったわ。3番4番が福留うつ波。寝カフェ立てこもりとかもあったな。すっかり話題にならんくなったけど。昭和平成に比べたらまだマシやな。歴史が5年程度なのでしゃあない。江戸時代でも早く作れ。津山のやつと栃木ジップ殺しも入れろ。コロナと熱海土石流と虎に右手食いちぎられたやつは電車で放火とかクリニック放火とかはオッチに続いた感ある。ここで昭和打線と平成打線が明らかになります。1、中、定銀事件かっこ死者12。2、左、ミニ6事件かっこ死者9。3、U、津山事件かっこ死者30。4、3、3億円事件かっこ死者0。5、1、ヨド号ハイジャック事件かっこ死者2。6、右、三島由紀夫事件かっこ死者2。7、2、ロッキード事件かっこ死者0。8、ほ、グリコ、森永事件かっこ死者0。9、東、浅間山荘事件かっこ死者3。60年でこれやろ。令和はまだ4年目やぞ。平成打線に勝てるか。1中、世田谷一家殺害事件。2右、附属池田小事件。3左、酒木原事件。41、オウム真理教事件。53、秋葉原通り魔事件。62、和歌山毒カレー事件。7U、大阪個室ビデオ店放火事件。8ほ、ザマ9人殺害事件。9東、相模原障害者施設殺傷事件。4番強すぎる。平成打線もかなりのスラッガー揃いですね。新型コロナウイルスパンデミック事件かっこ死者565万人とかいう強打者が抜けてるぞ。1かっこ2、オウム真理教男性信者殺害事件。2かっこ U、坂本堤弁護士一家殺害事件。3かっこ指、女子高生コンクリート詰め殺人事件。4かっこ歩、東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件。5かっこ中、福島女性教員宅弁送内開始事件。6かっこ1、徳島県貞光町男児行方不明事件。7かっこ3、SOS 遭難事件。8かっこ左、朝日新聞産後記事捏造事件。9かっこ右、竹やぶ2億円事件。B かっこ等、近鉄投手日本選手権舌下事件。校長フィリピン回春事件かっこ死者1万、2600人とかいうグーレジ。宇都宮土下座事件は？コロナくんのキルレには勝てんやろ。スペイン風邪先輩や国死病先輩に比べたらクソ雑魚なめくじやろ。東大ジョーカーとかにしてツバスジャック以下やろ。立憲の不祥事が一つもないのなんて？中山きんにくんのギャグでアナウンサーニュース読めない事件忘れてるで。昭和は死者少ないけどオールスター感半端ないな。平成もネバダちゃんとかもっとヤバいやつおるぞ。名古屋大の女子大生の殺人事件とかもあるし。あのちょっと前にあった病院放火したやつってどれや？死者霊とかしょぼすぎやろ。そして忘れ去られるサトシウエマツ。最近バラバラ遺体発見されたやつもあったな。こちらのスレは以上です。昭和、平成打線も強者ですが、やはりまだ4年目ということを考えると、令和打線のポテンシャルに、戦々恐々です。早速次のスレも見てみましょう。2022年2月。地方、令和、ろくなことがない。今日は2、消費増税、台風15号、台風19号、首里城消失、パンデミック、コロナショック、トイペ騒動、マスク高騰、緊急事態宣言、五輪延期、デルタ株、福島震度6強、ミャンマークーデター、東京大停電、スエズ運河座礁、ワクチン難民、アフガン内乱、原油高騰、ガス高騰、オミクロン株、小室不合格、ジョーカー、ウクライナ侵攻。そして世界は終わる。本当に世紀末感が半端ないです。志村健死去、モーリシャス重油流出もあったな。大阪クリニック放火、三幸製菓火災。
レジ袋有料化がない。確かにあれはある意味で大惨事ですね。熱海土砂崩れ、沖縄失明騒動、群馬あたりで山火事もあったよな。神奈川異臭騒動、自衛隊機墜落。令和になってから自殺者増えてそう。メダルかじり事件。名古屋人にとっては近代史に残る大惨事だと思われます。トンガ噴火。令和になってからアニメがつまらない。これが一番の事件。確かにそれも深刻です。岡村さんマジで正しかった事件。共通試験カンニング騒動。プロゲーマー騒動。こちらのスレは以上です。続いて最後のスレは、なかなかヘビーな考察が交わされています。早速見てみましょう。2020年3月。令和になってから災害、事件、事故しかないんだが。日本が原因みたいに言うなよ。こんなのまだまだ序の口だぜ。本当の地獄を見るのはこれからだ。イギリスは半年自宅待機だってさ。国が一つめちゃめちゃになるぞ。神道をないがしろにしたつけですね。令和になって韓国人がやらかしたこと。日本人所有の日本車を次々と破壊。フジテレビソウル支局に不法侵入妨害。日本大使館前で放火。韓国大統領が日本を盗っ人呼ばわり。首都ソウル市が日本製品不買条例制定。観光地にノー日本と垂れ幕を並べ立てる。日本国旗を引き裂き踏みつけ火をつける。ちょっぱりかっこ差別用語と罵倒しながら日本女性を暴行。在日韓国大使館員が日本人を暴行。日テレ報道部員の韓国籍社員が日本人を暴行。戦争待ったなし。令和2年でもう瀕死じゃないか。コロナ騒動ですっかり忘れてるけど記録的な雪不足で今年は渇水で農業死ぬだろ。日本の食料自給率 37%。世界的なコロナのパニックでどの国も貴重な食料をわざわざ輸出しないだろう。夏はまた記録的猛暑。で秋はまた大型の台風による水害、土砂災害。日本の経済と国民は瀕死になるだろうな。違うな新潟、東北、北海道。自給率 100% 軽く超えてる。牛や豚や鶏に餌米と大豆カス。など与えてます。余った野菜をフリーズドライ。米と大豆は十分国産備蓄もあります。東北はビニールハウスで暖房いらない野菜。小松菜、ほうれん草、浅月など。農家不足で法人化して対応。畑は企業や個人でも買えますよ。マスコミも言わなくなったのにな。果物も台風で被害が出ても保険ある。落下した果物はジュースやジャムですよ。地産地消も進んでいる。春になれば山菜やタケノコ。秋にはキノコや栗残念だな。令和手地面が悪かったんじゃないか。30万円で、安倍内閣支持率アップ。さすが太ったら安倍ちゃん。しかも迅速対応。民主党とは大違い。ありがとう。パチンコ屋も休止から廃止へ。恐るべし令和。すごいよな。大型台風、土砂災害、世界的疫病、史上稀なオリンピック延期。全く何一つ明るいニュースがない。ろくなことねえな、改善した意味がないわ。普通に近平が悪いだろ。アメリカ1日で2000人とか死にすぎだろ。そう言われると本当に世紀末感しかないですね。疫病とか天災があると改善するのが日本古来の伝統だぞ。治世2年でギネス級の令和帝。平安時代だったら君主の徳が薄いから天変がしきりに起こるとされて、関白威嚇下供の圧力で上位させられてたな。令和元年、記録的大型台風の台風15号と台風19号が相次いで襲来し損害多数。令和2年、記録的疫病の新型コロナ肺炎が大流行、首都圏に前代未聞の非常事態宣言。令和の元号は吹きつきはまりなし。直ちに改元せよ。天皇の上位と上皇の誕生を特別法で認めたのだから、改元も特別法でできるはず。記録的弾頭も追加で。ここで令和が大敗している要因として、ゆとり教育で生み出されたコミュニケーション能力や倫理観が欠損した若者について議論されます。平成から始まったクソゆとり教育の大弊害が令和になって最悪に出てきたな。コロナの自粛要請を守らないクソがキモクソゆとり世代。ゆとり全盛世代の1995から2002年に生まれたスーパーゆとり世代は日本の廃棄物。第4代になってるバイトテロもそいつらスーパーゆとり世代の犯行だしな。もし殺すしかないクズ世代がいるならスーパーゆとり世代。わかるわ。90年代後半生まれは敬語とか挨拶とか基本マナーがめちゃくちゃ。こいつらが世に出てくる令和は最悪だな。90年代後半の世代もそうなのか。確かに4000頭身あたりの世代か。90年代生まれのバカゆとり友が社会に出てきてから日本の衰退が止まりません。ゆとり教師、ゆとり医師、ゆとり警察官。基本的な礼儀作法が何もできていないバカゆとり世代が社会の重職に就くようになってから日本はめちゃくちゃになってる。これから一気に社会に出てくるクソゆとり世代のせいで令和は最悪時代になりそうだな。日本史板だから書かせてもらうけど、今の30歳未満は徳川家康も日米戦争も知らない気違い気象が普通にいるらしい。こんな気違い気象を大量に誕生させたゆとり教育は致命的に失敗だったな。そういや植松聡も小室圭もゆとり世代だったな。ゆとり世代が日本史上最悪の大失敗作には同意。基本的なマナーもできていないからなクソしかいない失敗世代なんだろうね。太平洋戦争を知らないバカ世代は1995年以降に生まれた世代に多いぞ。1995年から2002年生まれはスーパーゆとり世代。徳川家康どころではない日米戦争も知らない気象は現在25歳以下に多い。30前後にもちらほらいるから日本終わりすぎてんだろ。東海道新幹線で刃物を振り回して会社員を殺した父がゆとりもそのスーパーゆとり世代。
俺はアラサーのゆとり世代だが知らないわけないじゃん。徳川家康はさすがに知ってるでしょ。徳川慶喜知らない奴は多いんだろうけど、いくらなんでも織田信長、徳川家康、豊臣秀吉くらい知ってるだろ。朝日新聞が大本営発表するから、慰安婦捏造も謝罪したクソ新聞。先般は朝日新聞。2015年ぐらいから再び親父狩りが増え始めてるぞ。今日も岐阜でホームレスが大学生に殺される事件があったよ。ひどすぎて怒りに震えたわ。ホームレスも同じ人間なのもわからんのか今の大学生は。しかも80のじいさんじゃないか。許されない。去年も町田で起きたわ。ネットで検索してみろ。ほんの少し前には東松山や川崎でカラーギャング集団の犯罪が問題になってるだろ。川崎には1995年生まれだけで結成されるカラーラングがあるぞ。大失敗作であるクソゆとり書きは死刑にすべき。90年代の無職チーマー連中による親父狩りと違うのは、今親父狩りをしてるクソガキは割と難易度が高い高校や大学に通ってるクソガキなんだよね。最近は挑発、茶髪も容認してる高校もあるから日本人のレベルが極端に落ちすぎだろ。見た目は普通でも中身空っぽのバカ若者が異常に増えたということだ。これもゆとり教育の成果か。でした。今回の殺害事件もヤンキーやドキュンではなくて普通の大学生でした。この手の親父狩り事件が急増してます。個人の権利や人権を尊重しすぎた結果にこういう事件が絶えない。普通の大学生じゃなくてガチ F 大生だろ。親父狩りとは違うな。昔の野生の感がある昭和生まれと違ってのほほんとしてるからあんまり親父を飼ったりすることなくなったんだろうね。最近の若い子はおっさんと違ってみんなおとなしくて手足が長くて美少年が増えたと評判だし。つまり親父狩りより最悪な老人狩りか。最悪すぎて救いようがないクソゆとり世代は死んでよし。狩り自体が野生のもんが多かった昭和と比べて少ない。生まれたもんばかり叩かんと、ゆとり教育考えたやつ叩けよ。誰なんだよ。ゆとり世代は親父より上の老人を狙うようになってるからひでえよな。基本的に体罰反対だったが、ゆとり世代を見てて体罰賛成に回ったわ。スポーツとか部活動の体罰は反対だが教育での体罰は大賛成だわ。確かに平成元年から生まれた奴らは年上への礼儀作法がめちゃくちゃ。ギリギリ昭和生まれの奴にはなんとか希望がある。やっぱり体罰は必要。ゆとり教育で体罰が絶対悪になってからゆとり世代による老人殺しや介護虐待が急増した。極めつけは岐阜でのホームレスじいさん殺人なんだろ。いや平成元年以降に生まれた奴は敬語も挨拶もできねえよ。確かにゆとり教育を考えた段階世代はクソだ。なぜなら、ゆとり世代という日本史上最悪の失敗作を生んだのだから。日本の三大癌世代と言われてるのが段階、氷河期、ゆとり。ゆとり世代、氷河期世代、段階世代で。ゆとり世代が一番の粗悪品。なぜなら敬語や挨拶といった基本的な礼節が何もできていない。氷河期や段階がどんなに腐っていても基本マナーができてる分だけ。ゆとり世代をかまし。自分たちがやったことが生涯殺人だとも分かってないんじゃないんだろうか。こういう卑劣な事件が二度と起きないよう、厳しく厳重に処罰していただきたい。犯行を何度も繰り返してたんだろ。実際、被害者から警察に被害届は何度もあったわけで、殺害されてから逮捕じゃ遅すぎる。暴行傷害の段階で逮捕していれば、被害者も亡くならずに済んだし、少年たちも殺人までせずに済んだ。この事件は警察も悪い気がす。今日もろくなニュースはねえのか。暗黒時代やんけ。2020年2月日本政府は超音速ミサイルの開発を発表。2026年までに完成予定。シナノポンコツ空母を攻撃できる。令和は最悪やね。平成は良かった。平成に戻ってほしい。平成もクソすぎたよ。ただ令和はそれ以上。将棋の藤井くんぐらいだろ明るいニュース。オリンピックは中止だわ。コロナ抑え込んだと思ったら前よりひどくなってきたし、官僚は内閣忖度で犯罪まがいまでやるし。気象は偉い災害もたらすようになったし、地震が来てないだけ、富士山噴火の兆候でたらしいが、これ以上災いが増える前に改元しよう。読み方だけでも変えて、レイナ、にしたらどうかね。平安時代の元号であるアンワは、アンナ、江戸時代の元和は、ゲンナと、読ませたから、レイナでもおかしくない。アンワが、アンナで元和が、ゲンナなのは和の前に、があるからなので、令和は、レイナにはならない。令和を、レイナと読ませたらなおさらアホ元号になる。平成だって失われた30年だったじゃん。阪神大震災やオウムテロ、東日本大震災とか天災や事件もひどかった。立て続けに災害起きてないし。こちらのスレは以上です。令和の事件まとめ、いかがでしたでしょうか。なんだか先行きが不安になってしまいそうですが、とはいえグッバイコロナも見えてきた今日この頃。ここから先は明るい話題が増えてほしいものです。このチャンネルでは他にも歴史を感じる名スレを多数紹介しています。よろしければもう一本見ていってください。